こちらはゴーラスらしいロシアの声、モスクワからの日本語放送です。日本の皆さん、ドブリビエチェルこんばんは。ただいまから4月30日水曜日、日本時間午後9時からのモスクワからの日本語放送を開始します。なお現在モスクワは午後9時を少し回ったところです。今日のモスクワのお天気ですけれども、晴れ、そして22度まで気温が上がりました。ここで、皆様に大事なお知らせです。尊敬するリスナーの皆様、技術的な原因によりまして、ロシアの声の放送は明日5月1日より一時停止されます。皆様にこのような形でご迷惑をおかけしますことを大変深くお詫びいたします。私どもは短時間でこの技術的原因が解決され、再び放送をお届けできる日が一日も早く訪れますよう心から祈っております。つきましては、これについての、詳しい放送が、お便りスパシーバの枠内で、なされますが、そのお便りスパシーバも、今週はお届けすることができませんので、サイト上に上がる音声のお便りスパシーバを、どうぞお聞きください。それでは、この時間の放送内容ですが、ニュース、ラジオジャーナル、今日の話題に続きまして、昨日の再放送で文化の世界をお届けいたします。今日の対ドルルーブルの交換レートですが、ロシア中央銀行の公定レートで1ドル35ルーブル69コペイカとなりました。それではニュースからお届けいたしましょう。4月30日この時間のニュースです。昨日ウクライナのモスクワで開幕した牧直美さんの展覧会の話題でした。いかがでしたでしょうか。今週の文化の世界はこの辺でお別れです。係ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしています。番組に対するご意見、ご感想、リクエストなど何でも結構です。どしどしお寄せください。宛先です。郵便番号 115-326 ボイスオブロシアジャパニーズセクションストリートピアトニツカヤ25モスコーロシア文化の世界の係まで。また、E メールをご利用の方は E メールアドレス mostok@ruvr.ru 文化の世界の係まで。こちら本文は日本語でお書きいただけます。それでは来週のこの時間まで、ラスビダーニャ。ロシアの声の日本語放送は前半の放送プログラムを終了します。次回の放送はこの後、日本時間午後10時から11時まで、5965kHz の短波放送にてお届けします。なお、係では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先です。郵便番号 115-326 ボイスオブロシアジャパニーズセクションモスクワロシア。また E メールアドレスは vostok@ruvr.ru こちらまでよろしくお願いします。